経緯は、ズキが製造、販売していた、軽自動車である。セダンと SUV の間の新しいタイプとなる、新感覚の軽自動車として開発され、1998年の、軽自動車規格改定と同時に発売が開始された。1998年10月の軽自動車規格改定時に、いわゆる、新規格モデルとして登場して以来、スズキが発売する軽乗用車の中で、 フルモデルチェンジされることなく改良を重ねながら約11年にわたって生産されていた長寿モデルである。一方で2000年10月に行われた一部改良ではフロントのデザインが大きく変更され2006年4月の一部改良においてもフロントグリルを変更している。 2007年6月の都合9回目の一部改良により、いわゆる10型となったが、機種記号の世代を表す数字が2桁に対応していないためか、実質一部改良でありながら機種記号を一新している。乗り降りしやすく、視界も良いヒップポイントを採用したパッケージを持ち、一般的な機械式立体駐車場の制限車高である 1550mm を基準とした、 セミトールスタイルと体型タイヤが特徴で、最低地上高を高く取り、アクロ走破性を高めている。当初は3ドアのみであったが、翌1999年3月に5ドアを追加。ジムニーとの競合を極力避け、2000年5月からは5ドアのみの構成となった。居住空間やラゲージスペースはセダンタイプよりやや広いものの、特に高さで、 トールワゴンタイプにはかなわない内容となっており、室内容積最優先のユーザーよりもスタイリング、走破性重視のユーザーに求められている。そのこともあり、使い勝手向上のためスペアタイヤの上部に34リットルの大容量、ラゲッジボックスが標準装備されていた。初代シボレークルーズや初代、スイフト欧州向けイグニスといった鈴木製の普通自動車は、 ケイの派生車とも言えるモデルで部品の多くが共通化されている。また、マツダに対し、ラピュタとして2005年まで OEM 供給していた。なお、3ドア射のドア、サイドステップは専用品で5ドア車との互換性はない。FIS フリースタイルワールドカップリミテッド3系自動車には自動車メーカーが自主的に設けた馬力規制があり、スポーティングレードの S, S タイプがすでにその上限となる 64PS を発揮しているため特別なスポーツモデルであっても出力はそれを超えることはない。初期型に存在したサンドアイスタイプをベースにスポーティな専用部品を装着した特装車として1999年5月に発売された。トランスミッションは 5MT または 4AT、駆動方式は FF。 または 4WD を選択することができた。仮装は、写真撮影、デザイン、用品開発を手掛ける鈴木のグループ会社である、ベルアートが言った。後術の K スポーツ、K ワークスとは異なり、内外装の変更と装備の充実のみで、インタークーラー付き高圧ターボの K6A エンジン、ギア比、足回りは S タイプと同等である。スペシャル用の内外装パーツは通常グレードへの、 装着も可能。2000年10月にアルトワークスが生産中止となり、それに代わるモデルとして、K スポーツが誕生した。S タイプをベースに装備を変更したものである。アルトワークスと同様に、5MT、4AT および FF、4WD を選択することができた。エンジンは初期型こそ、 アルトワークスと同じくサイチェシーの F6A 型、DOHC の K6A 型を選択することができたが、2001年4月のマイナーチェンジ後は、K6A 型のみの搭載となった。専用サスペンション、専用エアロ、バケットシート、ホイールの体系化などの装備が施された。かつて行われていた、ワンメイクレイス、K スポーツカップ出場を想定し、 快適装備を排除し軽量化した K スポーツ R というグレードも存在した。ワークスベーシックグレードからの完全な脱却、及び、かねてからワークスの名前の復活が絶望されていたことを受け、2002年11月のマイナーチェンジの際に、6型として K スポーツから K ワークスへ名称を変更して登場。グレード展開、搭載エンジンに変更はないが、 各種装備や構造変更内容については、4輪、ディスクブレーキ、15インチアルミホイール、60変平率、タイヤ、レカロシートを採用 5MTFF モデル車では、LSD の標準装備など、ワークスの名称を大きく意識して、外観も正悍なものとし、大幅に変更を加えられた内容となった。ボディ色も JWRC 参戦中のイグニスと同一の チャンピオンイエローが途中から設定され、スイフトスポーツと同様に選ぶことができる。続きのフラッグシップスポーツモデルのイメージをより強く押し出したほか、パールホワイト以外のボディ色を一新して、スポーツのイメージから大きな変革を図っている。この時期はスポーツモデルの人気が薄かったこともあり、販売台数が思うように伸びてはいなかったものの、細かく、 マイナーチェンジは行われており、熟成が進んだモデルとなっていた。ありがとうございます。